世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのリリーです。日本の旅館での食事は主に和食が提供されていますが、食べきれないほどの量の朝食や夕食を出された経験はありますか？一品の量はそれほど多くないにもかかわらず、品数が豊富なことに加え、お酒などを飲んでしまうと食べきれず残してしまったなんてこともあると思います。そんな旅館の食事ですが、それは格安ホテルや民宿でも同様のようです。今回は民宿の食事に関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。民家を利用して営む民宿は、旅館と比べて格安な宿泊料金が人気の理由の一つですが、旅館にも負けないような豪勢な食事を提供している民宿も多く存在するようです。この後ご覧いただく映像は、ある日本人男性と外国人女性のカップルが利用した北海道稚内市にある民宿での夕食の様子。こちらの民宿で提供している食事は全て手作りで作られたもので、北海道ならではの海産物をふんだんに使った豪華な内容となっています。それではここで実際の映像を見てみましょう。美味しそう。映像ではサラダや刺身、毛ガニ、焼き魚、皿うどんなどが映されていましたが、その他にもご飯、味噌汁はもちろん、トウモロコシや漬物などたくさんの料理が並んでいましたね。確かに映像を見ると旅館に劣っていない、むしろそれ以上のようにも感じます。この映像に対して海外の人々からは様々な声が寄せられ、ネット上は盛り上がっていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。すごい種類の多さ、食べるのが大変そうね。焼き魚が特に美味しそう。さっきディナーを食べたばかりだけど、見ていたらお腹が空いてきたよ。私はカニがとても好きなの。北海道のカニが一番美味しいと思うわ。ああ、食べたい。毛が生えたカニは初めて見たけど、美味しそうだな。刺身もあって、すごく豪華だ。確かに。でも、エビを生で食べたいとは思わないな。焼くか、茹でてほしい。エビは生でもとっても美味しいのよ。日本のお寿司にも生のエビのお寿司が数種類あるわ。食べたことはある？一度食べたらやみつきになるわよ。日本を旅行した時に似たようなディナーを食べたよ。大満足だった。場所は確か新潟県だったかな。品数は確かに多いけど、一品ずつが少なくてお腹いっぱいにならないんじゃないか。見た目は少ないように見えるけど、食べてみると意外と多くて、食べ終わる頃にはお腹いっぱいだよ。日本人は映像にあったものをおかずにして一緒に白米を食べるからね。満足な量だと思うよ。格安って説明していたけど本当？レストラン級の料理に見えるけど。民宿だし家族経営だから安いんだよ。旅館とかホテルより断然ね。それに全部手作りで土地に合わせた料理だから、材料費も安くて新鮮なものだしね。これで格安なのかい？そもそもとても綺麗なところだし、食事まで用意してくれるなんて根の張るホテルと変わらない待遇じゃないか。品数が多いと多様な味や食感を一度に楽しめるっていうメリットがあるよね。それに初めから全部並んでるから、いろいろ味見してみたり、好きな順番で食べられるのがすごくいいと思うわ。見たところ
食べ方が難しそうなメニューが多いな。特に魚は骨を取るのが大変で、食べるのに時間がかかるよね。焼き魚は好きだけど、魚のあの骨はどうにかならないかな。日本人は箸だけで器用に剥がしたり取り除いたりしてるけど、僕にはできないな。俺も日本人のあの箸さばきには驚いた。魚や肉を食べる分だけ箸で分けるんだぜ。俺には挟むことしかできないね。日本の箸は僕らにはとっても難しい。それに加えていろいろ細かいマナーもあるだろう。いつも怒られちゃうんだよ。箸と箸で食べ物の受け渡しはタブーとかね。でも台湾では OK だからついやっちゃう。他にも食事中のマナーがたくさんあるのを知ってる？食べ物を噛むときは口を閉じるし、食事中は膝や肘を立てちゃダメ。ラーメンはすすってもいいけど、パスタはダメとかね。フランスでは音を出して食べるのはマナー違反だから、そばやラーメンを食べる姿に驚いたよ。こういうところで出された食事は全部食べないと失礼になるのかしら。できるだけ食べた方がいいけれど、量が多かったり好き嫌いもあるし、外国人とは食生活が違うことを日本人は分かってくれているから大丈夫よ。中国では残すことがマナーらしいわね。残すことでお腹いっぱいですって意味になるそうよ。逆に全部食べちゃうとまだ足りないですって意味になって追加されるんだって。日本人の性格から考えると満足してもらえるように多すぎるくらいの食事を用意するのかな。魚もいいけど、やっぱり僕は肉も食べたいな。魚ばっかりじゃね。日本の肉料理も見てみたい。日本のディナーはなんていうか、一品一品が主役のようだよね。全てがメインディッシュになりうると思う。日本の白米と味噌汁の組み合わせは最高だから、朝昼晩3食とも出るんだね。日本は食材の使い方が斬新だよね。煮たり焼いたり蒸したり生のままだったり、それらの組み合わせがまた面白い。日本には海と山と川がどこにでもあって、食材の種類が多いのも影響してるのかな。私は日本の調味料に興味があるの。刺身も醤油をつければ美味しいし、そこにわさびを追加してさらに旨味が増すの。味噌も直接つけたり溶かしたりソースみたいにすることもあるのよ。日本の料理は味のバリエーションが豊かだから飽きることがないと思うな。納豆は遠慮したいけど、腐っても食べられるようにしたのは単純にすごいし素晴らしいと思う。以上が海外の人々の反応でした。格安なのに素敵なディナーと驚くコメントや、日本の食事中のマナー、箸の扱いに関するコメントが多くありましたね。中でも和食の特徴を挙げたコメントは、日本人の私たちから見ても確かにと感じたのではないでしょうか。そこでここからは、普段あまり意識することのない和食の4つの特徴を見ていきましょう。1、多様で新鮮な食材と素材の味わいを活用。日本は四季が明確で雨が多く温帯に属していて、その気候を生かして収穫される農作物は稲を中心に野菜や山菜、キノコなど実に多彩です。また日本の国土は南北に長く、海、山、里と表情豊かな自然が広がっているため、各地で地域に根ざした多様な食材が用いられています。さらに日本は黒潮と親潮がぶつかることで豊かな漁場となる海に囲まれており、魚種が約4200種類にも上るとのこと。これらの素材の味わいを生かすために蒸す、茹でる、煮るなどの調理法が発達し、野菜と魚介中心の食事を美味しく食べるために工夫されただし汁などが和食の料理を支えているのです。2、バランスが良く健康的な食生活。一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは理想的な栄養バランスと言われています。動物性脂肪が少なく、旨味を大切にすることで塩分やカロリーコントロールがされており、日本人の長寿や肥満防止に役立っており、特に主食や主菜、副菜を交互に
口の中で調和させながら食べる口中調味は和食独特の食べ方と言えるでしょう。3、自然の美しさの表現。食事の場で自然の美しさや四季の移ろいを表現することも特徴の一つで、季節の花や葉などを料理にあしらったり、その時期に合った調度品や器を利用して季節感を楽しみます。日本人がいかに四季を繊細に感じているのかを垣間見ることができますね。4、年中行事との関わり。日本の食文化は年中行事と密接に関わって育まれてきました。自然の恵みである食を分け合い、食の時間を共にすることで家庭や地域の絆が強くなります。私たちもその行事のための特別な料理に期待を膨らませますよね。このように和食とは食材を選ぶところから始まり、栄養を考えながら料理を組み立てます。さらにおもてなしの心で料理を供し、どのように食べるかということも大切な要素となります。和食は料理というだけでなく、食べることに関する日本人の習慣とも言えるのではないでしょうか。現代では日本人でもなかなか和食を理解し実践することが難しくなっているように感じます。また海外の食文化が浸透しつつあり、若者はファストフードを好む傾向にあるそう。これを機に皆さんも普段の食生活に気をつけ、和食に目を向けてみてはいかがでしょうか。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。日本ならではの季節感を伴った和食、忘れないで受け継いでいきたいものですね。ではまた明日お会いしましょう。